おはようございます。YouTube 健康セミナー大輝です。本日ご紹介するのは、石原由美先生の医者いらずの生姜辞典です。石原先生は、西洋医学、東洋医学、どちらも広い知見をお持ちのお医者さんで、私たちに体の仕組みや病の治し方というのを非常にわかりやすく教えてくださっている先生なんですね。こちらのチャンネルでも何度もいろんな本をご紹介させていただいておりますので、ぜひ合わせてご覧いただけますと嬉しいです。今回の動画のゴールなんですけれども、タイトル通り生姜の威力とその活用法を知りましょうということで、このことを知らなければ、生姜という身近にあるものすごいパワーを持ってこの植物の恩恵を受けるチャンスを逃してしまいます。で、この動画見終わったら必ず今日、明日スーパーに行って生姜手に取ってることと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけますと嬉しいです。はい、それでは目次の方出させていただいてるんですけれども、こちらの本8章構成になっておりまして、1章から4章まででは生姜のパワーについて詳しくお話ししてくださってまして、5章では生姜の使い方、6章では食事全般について、7章では体験談、生姜を使ってこんなに体良くなったよ。そして8章では生姜を使った日常的に使えるレシピをご紹介してくださってるんですが、今回の動画では1章から4章までについて詳しくお話しさせていただきます。それでは中身の方をご紹介していきます。石原先生と生姜の関係、はじめに見ていきたいんですが、まず石原先生は西洋医学的な治療、化学薬品に頼ったものではなくて、全体的に命を見て治療していく東洋医学を取り入れたいと思って漢方薬を研究したそうなんですね。で、その時に6から7割の漢方薬に生姜が使われているということに気がついて、生姜に注目して研究していったんですけれども、日本には生姜の研究っていうのが少なかったそうで、世界的に見ていくと論文とかがいっぱいあって、これをですね、日本人にも分かりやすく教えてくださって、医学的に提示してくださったんですね。そのことによって生姜ブームというものが生まれて、今日本でもね、生姜ってすごい健康にいいよというのが当たり前に言われてるんですが、この一番最初の火付け役が石原先生なんですよ。で、この日本人というのはもともとですね、平安時代から1000年以上実は生姜の力を使ってきた、医学的に感覚的に分かってて、体にいいぞと健康に役立ててきた民族なので、そのこととこの科学的根拠、医学的根拠というのが今合致してるので、このブームというのは永久に続くだろうと石原先生は確信しているそうなんですね。今だとですね、ジンジャラーとかって言って、ジンジャー、つまり生姜の粉末を持ち歩いて何にでもかけて食べたり飲んだりするマヨラーみたいな人たちがいっぱいいるそうなんですね。はい、というわけで生姜の凄さまず並べてみました。血圧低下、血栓を溶かす、うつを防ぐ、免疫力を上げる、発汗解熱作用、痛みを軽減、めまいに効く、殺菌作用があると。これだけね、すごい万能薬なんですけれども、なぜこんなにすごいのか一つずつ見ていきましょう。まず第1章、なぜ生姜ブームが続いているのか。日本でこれだけ生姜が愛されるようになった理由、大きく2つあります。1つ目、生姜が体を温める作用があるよということと、2つ目、日本人が低体温化してますよということ。この日本人の低くなってしまった体温を上げてくれるので、生姜は今愛されてるんですが、日本人は平均体温が昭和32年の時点で 36.9 度あったそうなんですね。低い人でも 36.5 度、高い人だと 37.2 度とかあったらしくて、今だともうちょっと微熱ですよね。ちょっと病院行ってくださいみたいなね、感じになっちゃうんですけれども、それが普通だったそうで、現在どうですかっていうと 36.5 度とかある人はもう稀で、35度台、下手したら34度台とかの人もいるぐらい、みんな体温が低いそうなんですけれども、これだけ低体温化している、体が冷えている原因というのが5つあるよということで、1つ目、運動不足による筋力低下、2つ目、過度な減塩、自然塩を取らなくなったことによって体温が低下しているそうなんですね。3つ目、水毒。これは体の中に溜まってしまった余分な水分ですね。これについてはこちらの動画でご紹介しております。で、4つ目、陰性の食べ物。つまり体を冷やす食べ物を多く摂ってしまっている。お砂糖とかそういったものも含まれます。で、5つ目、入浴をしなくなった。湯船に浸からずシャワーだけで済ませる人が多くなったよということです。です。で、この低体温が実は病気を作ってしまうんですけれども、西洋医学はあまりこれに注目しない、滋賀にもかけないんだというふうに石原先生はおっしゃってて、で、これがですね、非常に問題であると。だから東洋医学的な見方をして体温を高めていくというのが、病気を防ぐ、治していくにあたってものすごい大切ですよということですね。その時に生姜がものすごい威力を発揮しますよということなんですよ。それで体温と体の状態の変化、こちら引用させていただいてるんですけれども、もう35度台になるとがん細胞が活発化して、34度台になってしまうともう生きるか死ぬかのデッドライン。っていう風な感じになってきて、やっぱり 36.5 度以上を目指していきましょうねということですね。それでは次に第2章、紀元前から薬として使われてきた生姜というものを見ていきたいんですけれども、生姜はまず世界中で古来より活躍してきましたよということで、例えばインドだとサンスクリット語で薬効のあるというのがもともと語源らしいんですね。で、アーユルヴェーダで神からの治療の贈り物、万病を治す力がありますよというので愛されているのが生姜なんですよ。で、古代ギリシャではあのピタゴラスさんが消化剤、工夫剤、工夫っていうのは腸でガスが発生したりするのを防ぐ、治すっていうので使われてきたそうなんですね。で、さらにヨーロッパでは貴族しか食べれないほどものすごい高価なものだったらしくて、ちょっとした生姜がですね、牛1頭と同じ値段だった時代があるほどすごいものだったそうなんですね。で、実はそうやって生姜をたくさん食べてる貴族たちがペストが流行った時にかからなかったよということで、イギリスなんかではみんなで生姜を食べようということで、ジンジャークッキーというものが作られたそうなんですね。それからですね、有名なアラビアンナイトの中では、美薬として生姜が登場したり、死曰くで有名な論語の講師さんですね。あの人めちゃくちゃジンジャラ、もう生姜おじさんだったらしくて、食事には必ず生姜を食べようというふうにね、おっしゃってたそうなんですね。で、中国の方、つまり漢方の方では、実は生姜というのは生姜なくしては漢方成り立ちませんよというふうに言われてたり、生姜は5000年の治療師、中国5000年とかって言われてるね、5000年の治療師であるというふうに言われてるぐらいすごいんですけれども、漢方の原点である生姜論というものの中に、生姜は体内のすべての臓器を刺激して活性化します。そして体を温めますよと。それから代謝を調節して体内の余分な体液、つまり水毒ですね。これを取り除き、体内のガスを抜いて消化を助けてくれます。さらに新下部、みぞおちの膨満を防ぐのに役立ちますよということで、万能であると言われてるんですね。それからもう一つ、本草綱目という生薬について詳しく載ってる本の中で、生姜は百邪、つまり万病を防御しますよというふうに言われております。で、実は生姜、それだけすごいのは栄養がめちゃくちゃあるんじゃないかと思われてるかもしれないんですが、そうではなくて、亜鉛はたくさん含まれてるんですけれども、それ以外の栄養的なものってあんまり含まれてないそうなんですよ。じゃあ栄養がそんなにないのになんでこんなに効くんですかというと、実は辛味成分とか香りの成分の中に400種類以上のファイトケミカル、フィトケミカルとかって言われてるものがあって、これ何ですかというと、いわゆるポリフェノールとかフラボノイドとか、そうやって言われてる抗酸化力が強い植物が持っている自分の体を守るための力がものすごい強くて、これはですね、人間の体の中でも同じような効果を発揮してくれるので、ものすごく役に立つものなんですね。で、これが生姜ものすごいいっぱい入ってますよということなんですけれども、その生姜を取った時にこんなにすごい効果があるよというのが第3章、驚きの生姜パワーはこんなにすごいという、まず日常不調編ですね。1つ目、体を温めてくれます。血流を良くし、冷水痛を防ぎますよということで、石原先生はですね、冷えとお水が溜まることと痛みが出ることは、これ相関関係がありますよと教えてくれてて、体が冷えてしまうと、固まるんですね。内臓が固まる、筋肉が固まる。そうするといろんなところで不調が出てくるので、これを防ぐことによっていろんな病を防いでくれますよということで、2つ目、免疫力を高めてくれますよということで、体が温まって体温が上がってくると白血球の数が増加して、白血球の働きが活発になってきます。3つ目、むくみを取ってくれますよということで、これは心臓の筋肉、心筋を刺激して腎機能を高めることによって体の水分代謝がうまくいくようになるんですね。そうすることによっていらない水、水毒というものを排泄することができるので、非常にですね、むくみなんかが取れてスッキリしてくるんですよということ。4つ目、解毒作用がありますよ。排尿、排便、発汗を促して体の中にある老廃物をスムーズに排泄することができる。そうすることによって血液の汚れ、おけとかっていう風に漢方の中では言われてて、汚れた血が滞ってしまってドロドロになってしまう、この血液というものが万病のもとになりますよというのが漢方の方で言われている万病一元論。汚れた血が全ての病気の原因ですよと言われてるんですが、この根本原因を浄化することができますよということですね。5つ目、抗酸化作用がありますよということで、薬味の中でも特に最高の抗酸化力を誇るのが生姜で、実は抗がん作用なんかも認められているほどなんですけれども、体の中で細胞が錆びてしまったりというのを防いでくれます。6つ目、消化吸収を高めますよということで、胃腸の血液を循環させたり、胆汁という油、脂質の消化吸収を助けてくれるもの、これの分泌を促進することによって消化を助けてくれます。さらに強力なタンパク質分解酵素を持ってるので、実は料理の中でもこの酵素の力を使ってて、肉とか魚を煮込んだりするとき、生姜をよく入れるのって実はこれが理由なんですね。で、体の中でも同じようにですね、消化吸収を助けてくれますよということですね。7つ目、不妊改善。精子の活性化とか生理不順の改善をしてくれるので、こういったものも効果がありますよということ。8つ目、解熱作用。ホルモンの抑制や発汗によって、実は解熱鎮痛剤、化学薬品と同じぐらい、約8割ぐらいの効果をこの生姜から得ることができるそうなんですね。しかも化学薬品と違うのは副作用がありませんよというところなんですね。だから痛みやね、熱が出たらこの生姜を使いましょうということで、9つ目、鎮痛消炎作用。これも全く一緒なんですけれども、陸上選手で有名なカール・ルイス選手なんかもハードなトレーニングをこの生姜サプリを使用して炎症とかを抑えながら素晴らしい偉大な功績を残してたそうなんですね。で、10個目、咳を止める作用があります。抗菌去痰作用があって、この咳止め薬っていうのは咳だけを止めるんですけれども、生姜というものは根本の原因、咳が出る原因って何ですかというと、ウイルスとかそういったものを体の外に出す作用なんですよね。この体の外に出すウイルスとかっていうのをやっつけてくれるので、根本的に咳を止めてくれますよということ。で、11個目が吐き気を止めますよということで、つわり、船酔い、抗がん剤の副作用なんかで吐き気が出てる人に、この生姜を与えたところ、こういったものがスッとなくなりましたよということで、これが1日なんと 1g でいいそうなんですね。それから12番目。抗菌、抗ウイルス、抗真菌、抗寄生虫作用ということで、もうすべての菌、ウイルスに生姜が立ち向かってくれますよということで、風邪や食中毒、感じた水虫、こういったものには生姜が最高ですよということで、アニキサスとかって言ってね、砂漠って当たったとかってあるでしょ。あれ実は生姜食べてたら全然問題ないらしくて、だから、お寿司屋さんとかではガリがよく出てくるんですね。もうガリ、ぜひ食べてくださいということで、13番目、めまいに効きますよということで、これはですね、内耳の血行、つまり耳の内側の血行、を良くする。これですね、メニエールとかに結構関わってくる平衡感覚を司っている部分なんですが、ここの血流を非常に良くしてくれる、改善してくれるので、実はこれ面白い実験があって、めまい止め薬を飲んだ人と生姜を飲んだ人、2グループに分けて、この回転する椅子に座らせたそうなんですね。で、それに6分間乗せたところ、めまい止め薬を飲んだ人たちっていうのはもう1分も経たずに、もうやめてくれってなったんですけれども、生姜を飲んでた人たちは全然平気で、なんだあいつらなんでもうあんなにギブアップしてんだぐらいの感じで終わったそうなんですね。だからめまい止め薬よりもものすごい効果を発揮しましたよということで、次に第4章ではですね、特別疾患編ということで、病気にこれだけ良かったですよというのが、一つ目、血圧を改善してくれます。高血圧については、血管拡張作用があるので、血流がね、バーッとね、いった時に血管がギュッとね、縮こまって血圧が高くなるっていうのを改善することができる。それから、低血圧についても、実は生姜というのは気力を高める作用があるので、これによって低血圧で悩んでる人が元気になりましたよっていうこともあるそうなんですね。ただしですね、これいいのが、血圧が高い人が上がりすぎたり、低い人が下がりすぎたりということがないので、ものすごく虚高を示しますよということですね。で、2つ目、心臓の働きを強くするということで、心筋の収縮力を高めて、脈拍をゆっくりと低下していくので、血圧で悩んでる人とか腎機能の低下で悩んでる人にはすごくね、いい効果がありますよということ。そして3つ目、抗生物質の働きを高めますよということで、生姜を摂ってると抗生物質、化学薬品をどうしても摂らなきゃいけないという時に、これの働きを高めてくれるので、量が少なくて済むんだ。もっと言うと、だんだん使わなくて済むようになってきますよということですね。4つ目、血中コレステロールを低下してくれますよということで、胆汁の排泄を促進するんですね。胆汁というものは、実はこれコレステロールから作られるので、これがね、古いものがどんどん外に出されると、また新しいものが血液の中のコレステロールを使って肝臓が作ってくれるので、これによってコレステロールが低下してくるんですね。ただ、これには副作用は全くありませんので、スタチンとかそういったものと違ってすごく使いやすいですよということですね。で、5つ目、血栓症を防ぐ作用がありますよということで、血液をサラサラにする、つまり血液の粘性がね、ものすごい強くなってしまってドロドロになるっていうのを防ぐ効果と、さらに体を温める作用があるので、これによって体の中で、血管の中で血液がギュッと固まってしまう、詰まってしまうというのを防ぐことができます。で、6つ目、抗潰瘍作用、胃潰瘍とかそういったものを防いでくれるんですけれども、これも副作用なしで、胃を強くしてくれる作用なんかがあるので、こういった効果がありますよということ。そして7つ目、うつにいいですよということで、脳の血流を良くしてくれたり、気の流れを改善してくれるので、この気というものは西洋医学的にはほとんど注目されないんですが、東洋の方ではこの気というものが滞ると、こういった精神的にも肉体的にもいろんな不調が出てくるので、ものすごいね、こういったものにもいいですよということ。そして8つ目、がん細胞のアポトーシスを促進しますよ。アポトーシスって何ですかというと、自死ですね。自ら細胞を崩壊させていく、死んでしまうというものなんですけれども、このがん細胞がそうなっていくのを促進してくれるんですね。で、さらにこれだけではなくて、体温アップとか血液の浄化作用、抗酸化作用なんかによって、がんに対してはいい働きをしてくれますよということなんですね。で、9つ目、アルツハイマーにいいですよということで、ウコンの中によく入っているクルクミンなんですけれども、あれが生姜にもしっかり入ってまして、この働きによって血流が改善してきたり、体の酸化を防いだりっていうので、アルツハイマーの予防とかにも効果的ですよということですね。はい、ということで、生姜の凄さね、分かっていただけたかと思うんですけれども、こっから第5章では、365日健康生姜生活ですよということで、もう手放しちゃダメですよと。毎日生姜、もう冷蔵庫開けたら必ず生姜のチューブ、生姜のパックあるよっていう状態にしておきましょうということで、じゃあどうやってそんな毎日使えばいいんですかというところで、まずね、一番手軽な方法、飲みましょうねということ。生姜紅茶。これは石原先生のね、ご著書の中でよく出てきます。生姜と紅茶と、あとですね、黒糖とか蜂蜜とかそういったものを使うんですけれども、それから生姜湯、梅小番茶、こういったものを飲むことによってこれだけの素晴らしい効果得ることができますよということですね。それからですね、飲むだけ食べるだけじゃないんだ。生姜シップ。それから生姜湯。つまりね、生姜のお風呂ですね。こういったものも効果がありますよ。これはですね、特に痛みですね。関節痛とか腹痛、それから喘息、リウマチ、それから腎臓とか肝臓の不調、こういったものにもいいですよということで、ただしですね、これに関しては注意事項があって、生姜を入れたお風呂にこう手をつけてみてね、かゆみとか発疹が出たり、湿布した時も同じですね、そういった症状が出たら、これはね、合わないのでやめてくださいねということですね。生姜というものはね、これだけすごいんですよということで分かっていただけたかなと思うんですけれども、実はちょっと待てよと、この生姜の凄さを10倍にする方法があるんですね。10倍もこの効果を得れるんですか？そしたら10倍高いんじゃないのと思うかもしれないんですが、実はそうじゃないんですよ。やっぱりね、神様からの贈り物と言われてるだけの生姜ですから、ほとんど費用がかからずに、10倍の効果を得ることができるんですね。前置きが長いということは、実はやることはものすごい簡単でですね、この生姜を蒸し生姜にするだけなんですね。で、蒸し生姜にすることによって体を強力に温め、体力、気力、食欲を大いに増強してくれますよ。それは生生姜の10倍とも言われますよということで、こちらの本の蒸し生姜健康法というね、本の中で詳しくご紹介してくれてるんですけれども、実はこちらの本の著者が石原ニーナ先生というお医者さんなんですけれども、そうなんです。こちら石原先生と親子関係にあるお医者さんで、石原先生のね、娘だよということでご紹介されてたんですけれども、こちらの本ぜひね、用意して蒸し生姜作ってみていただければなと思います。ネットとかで調べても蒸し生姜の作り方とか出てくるんですが、こちらの本もいつかご紹介させていただきたいなと思っております。はい。というわけで、ここまで見てきた中で、いろんな疑問が浮かんだ方もいると思うんですけれども、石原先生すべてこちらの本の中で答えてくれております。もうお前が聞くようなことは全部お見通しだって言われてるようなね、気持ちになりながら読んでたんですけれども、Q&A 見ていきましょう。一つ目、どのぐらいの量取ったらいいんですか？1g でいいですよということ。1日 1g。ただし、取りすぎということはあんまりなくて、7g ぐらいとかね、取った時に関節痛とかが良くなったようなんていうのがあるので、自分の体調に合わせて取っていっていいそうです。それから取る時間帯、やっぱりね、一番いい時間帯に取りたいっていうのはあるんですけれども、いつでも OK ですよということで、ただ胃の調子とかを見ながら、空腹時に取った時にちょっと調子が悪くなる、気持ちが悪いなっていう方は、食後に取りましょうねということ。それから消化促進とかを期待するのであれば、食前10分から15分ぐらい前に飲むといいですよということなんですけれども、基本的には食前、食中、食後、いつ取ったっていいですよということなんですね。3つ目、そんなにね、生姜すごいの分かりました。ただ、そんな都合のいい話ないでしょと。絶対副作用あるでしょと。なんかないんですかということで、なんもないんですよというのが答えなんですね。副作用全くありません。世界的ないろんな研究、論文を見てても生姜による副作用というのは出てきませんよということで、ただし、以下の人は取らない方がいいですよ。摂取を控えてくださいねということで、5つですね。1つ目、39度以上の発熱がある方。2つ目、生姜を取った時に舌や顔が紅潮してくる方。3つ目、1分間に90以上の脈拍がある方。4つ目、極度の肌や皮膚の乾燥がある方。5つ目、明らかな脱水症状を起こしている方。ということで、ただしですね、こういった症状がある方でも、この生姜を取った時に体調とか気分が良くなるなという自分の実感がある方は取っても OK ですよということで、何にせよ自分のね、体調に合わせてくださいねということ。で、石原先生のこの本の中でよく出てくるんですけれども、自分の体調を目安にしてくださいねということで、自分の体調が良くなるようなことであれば続けても OK ですよというね、これ非常に素晴らしいお考えだなと同感して、もううなずきまくって首が痛くなるぐらいうなずいてるんですけれども、はい、では続きいきますね。4つ目、粉末やチューブの生姜でもいいんですかということで、OK ですよと。ただし、生の生姜をすりおろしたりとか刻んだりして使った方がなおいいと私は考えますと石原先生がおっしゃってて、これはなぜかというと、生の生姜には命があるからだということで、石原先生は実は二木健三先生にすごく影響を受けてますよと著書の中でもお話ししてくれてるぐらいで、その二木健三先生というのは命あるものを食べなさいと教えてくれてた方で、それについては詳しくはこちらの動画でお話ししてますので、ぜひご覧いただけますと嬉しいです。で、5つ目、食べ合わせの方どうですかと。一緒に食べたらね、まずいものって結構あるじゃないですか。生姜どうなんですかというところで、答えとしては、生姜には食べ合わせ悪いものは全くないんです。何と合わせても OK ですよということで、ただしこれもですね、本人の体感でこれと生姜と合わせたらちょっとね、なんか悪いなって感じたらやめてくださいねということですね。6つ目、いくら生姜が万能とはいえ、さすがにね、ちっちゃい子供はダメでしょうと思われた方もいると思うんですけれども、嫌がらなければ子供も取って OK ですよということで、どこまで万能なんだというぐらい素晴らしいんですけれども、特に子供というのは大人と違って、これが体にいいとか悪いとか判断しながら食べてないので、本能的に食べてて嫌がらなければどんどん食べさせて OK ですよと。ただし、食べて嫌ってなったら、これはね、本能が受け付けてない、体が必要としてないので、食べたくなるまでは無理に食べさせる必要はないですよということですね。それから最後ですね、妊婦取っていいんですかということで、これ先ほども出てきたんですが、不妊症であるとか、つわりとか、こういったものにも効きましたよということで、妊娠中も自分のね、体調に合わせてむしろ取りたい。生姜むしろ取ってくださいということなんですね。ただしこれも取った時になんか不調が出たり不快感があったらやめてくださいねということですね。とにかく生姜というのはもう老若男女誰にでも良くて副作用もないというね、素晴らしいものなので、取り方もね、もう何にも気にしなくていい。いつ取ったっていいというものなので、いつでもね、まず取ってみて、体の調子が悪くならなければそれでいいよと。自分のね、生活リズムに合わせて自分だけの生姜ライフ見つけていって実践していくといいのかなというところなんですけれども、そして第6章ですね。こちらは生姜だけの話ではなくて、健康の9割は毎日の食事で決まりますよというところをお話してくれてるんですが、食べ過ぎや間違った食事というのが病気を作りますということで、こちらについて詳しくはこの辺の動画でお話ししてますので、ぜひご覧いただけると嬉しいんですけれども、特にですね、石原先生のご著書の中で何度も出てくる石原式基本食、この小食健康法をするとものすごく体にいいですよということで、この中に生姜をね、組み入れていくといいのかなというところで、基本的な考えとしては、空腹時に免疫力が高まって、病を寄せ付けない体、治す体を作ることができますよということで、一つ目、朝食は食べない、または人参、りんごジュースや生姜紅茶を取りましょう。二つ目、昼食は軽く、薬味たっぷりのそばやうどん。で、洋食がどうしても食べたいんだっていう人は、タバスコをしっかりかけたパスタとかピザ。で、ただし腹8分以下にしてくださいねということ。で、3つ目、夕食は好きなものを何でもアルコール含めて取っていいですよということですね。この辺はですね、また別の動画見てください。この石原先生の基本食は、現代人に合ったものすごく素晴らしい小食法だと思ってます。はい、次に第7章、生姜で変わった、元気になった私の生姜体験談ということで、実際にこの生姜を日常生活に取り入れた方で、これだけ良くなったよというね、実際の喜びの声、手記が寄せられてるんですけれども、もうこんなにたくさん、もうこれ以上たくさん出てくるんですが、まずダイエット減量ですね、成功しましたよ。高血圧、更年期障害、低体温、不整脈、胃痛、頭痛、便秘、うつ、拡張心筋症、風邪がひきやすい体質、生理不順、生理痛、アトピー、不妊症、ガンマ GTP、中性脂肪、血糖値、こういったものが改善されてきただけじゃなくて、美肌効果、小顔効果とかもありましたよとかね、むくみとかも取れるので、そういった効果もあったよとかっていうのと、さらに、心が元気になって前向きになりましたなんていう声もあってですね、もう読んでてものすごい感動しました。もう騙されたと思ってぜひ生姜使ってみていただきたいなと思います。で、最後に第8章、体を温めてさらに美味しい生姜レシピ36ということで、これ36、今回ご紹介することはないんですが、ぜひこちらの本とかね、ネットで調べればいっぱいレシピ出てきますので、ご活用いただければと思うんですけれども、基礎知識だけご紹介します。一つ目、選び方、硬くてふっくらしたものを選んでください。ひね生姜という品種が一番おすすめですよということでした。二つ目、調理方法。皮ごと3分以内に加熱して使ってくださいねということで、3分経ってしまうと、この切ったところからどんどん酸化してしまって効果がね、だんだんなくなってしまうよということで、あとはね、皮の方にすごいいい成分が入ってるから皮は取っちゃダメですよということですね。で、加熱して使ってねっていうのは、もちろん生でもいいんですけれども、加熱するとその発汗作用とかがあるものが活性化していきますので、加熱しても OK、生でも OK ですよということ。で、3つ目、保存方法は常温がベストですよということで、冷蔵するとちょっと成分がね、不活性になってしまうこともあって、ただ冷蔵庫に入れた生姜も日光に当てるとその成分が復活するよということで、夏場だったら40分ぐらい、冬場だったら1時間ぐらい日光に当てておけば、冷蔵保存したものでも使えますよということですね。はい。というわけで今回ですね、医者いらずの生姜辞典ご紹介させていただきました。もう、生姜手放せないですね。必ずここまで見ていただいた方は生姜買いに行くんじゃないかなと思うんですけれども、最後にね、ちょっと一句ご紹介したいんですけれども、こちら高浜虚子さんの俳句なんですけれども、生姜湯に顔しかめけり風の神ということで、非常にこのね、生姜の効果を表した素晴らしい俳句ですよね。はい。というわけで、こちらのですね、生姜辞典と、石原先生のね、娘さんの先ほどの蒸し生姜の本なんかをお手元に置いて、ぜひ、生姜ライフ、充実したものを送っていただきたいなと思います。はい。それでは最後にですね、ここまで見ていただいた皆様に一つ大事なお知らせです。今回、オンラインサロンというものを作らせていただきました。こちらですね、皆さんそれぞれにね、いろんな体験をされてると思うんです。その体験がね、本当に素晴らしい。だからお互いにね、私はこういう経験をしてきましたとか、こういう健康についての活動をしてますとか、そういったものをお互いに話し合える、学び合えるというね、場所を作りたいなと思ってまして、今回ね、作らせていただきました。そして僕の方からもいろんな健康情報をもっともっと詳しくね、発信していきたいなと思っておりますので、ぜひご興味のある方は一緒にね、学んでいって、その健康を維持する自分の主治医は自分の命に向き合う仲間として活動していける方が1人でも2人でもいらっしゃれば嬉しいなと思います。詳しくはですね、詳細欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひ見ていただけますと嬉しいです。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。よろしければ高評価やチャンネル登録もしていただけますと嬉しいです。今日もありがとうございました。